はい、どもりです。スプラトゥーン3が出るということで、今回も動画にさせていただきました。今朝ですね、テンションが上がりすぎて、もう何も考えずにスプラトゥーン出たよと、何も特に意味のない動画出してしまったことについては、謝罪を申し上げます。今回はもう、ちょっと落ち着いてきたので、ゆっくり考察していこうかなと思うんですけど、今回ですね、スプラトゥーン3の、発売日が2022年ということで、来年なんですよね。ねえ、まあ一年間長いかなと思いきや、今年はなんかすごい一年間過ぎるの早かったので、まあ、気づいたらあっという間に出てるでしょう。なので今すごいね、やべえ、ワクワクしてきちゃった。落ち着いてたのにワクワクしてきちゃった。はい、ということで今ね、スプラトゥーン2のこの場所、ハイカラスケアにいるんですけど、次の題材となる街がバンカラガイって呼ばれている、スクエアから離れた土地にあるみたいです。最初見た時にこれスプラトゥーンっぽくないなと思ってたんですけど、なんか荒野だったからなんですよね。スプラっぽくない色がさ、あんまない世界で戦うみたいなので、新しいと思う。で、これはフェス、前の昔やったファイナルフェスで、混沌対、どこだっけ、なんだっけ、未来みたいな、戦った時に混沌チームが勝ったので、こういう題材になったんだと思います。あ、秩序だ。秩序のチームが、もしも勝ってたら、ここじゃなかったと思うんですけど、まあ、前回のその戦いの結果ですね、がこれに表されてました。とても楽しみだと思います。はい。そしてこのバンカラ街を中心とするバンカラ地方って言って、新しくイカちゃんやタコちゃんが発見されたみたいです。髪型がですね、いろいろ変えれました。さらに、小ジャケが一緒に髪型を変えれます。俺最初見たとき、小ジャケの方が髪型を多く変えれんじゃないかなと思ってびっくりしちゃったんですけど、いろんな種類があるんですよ。だから今回小ジャケもなんか変えるのかな、ストーリーが何かで変えるのかわからないけど、ちょっと可愛く、なんだろう、マスコットキャラみたいになってんじゃないですかね。ヒリオくん出てくるのか。俺今すげえ今気になってる。ニンテンドーさん、ヒリオくんは出ますか。いや、まだまだこれがね、スプラトゥーン3ならではの新しくイカちゃんに修正が加えられて、その地面や壁から回転しながら飛び出す動きができるイカロールって技とか、インクで塗られた壁を勢いよく登って、パルクールみたいに多分できると思うんですけど、イカ登りっていうなんか新しい技修正があるみたいなので、それもちょっと楽しみなんですよね。今回この任天堂さんのさ、任天堂ダイレクトと見た少しの映像にいろんなものが詰まってて、そうだな、新しい武器とかも、なんだろう、スペシャル、新しいスペシャルとか、小ジャケよ。小ジャケすげえ気になってるんだけど、なんか少しの映像なのに、なんか気になることめちゃくちゃあってさ、もうなんかどうしていいのかわかんなくなってきちゃった。はい、ということで、スプラトゥーン3はですね、この混沌とした街で戦う、この地方で戦うってのが題材にされたということで、皆さん期待してもいいんじゃないでしょうか。はい、明日はですね、武器について、武器とは新しいスペシャルですかね、についてちょっと詳しく触れていけたらいいなと思います。楽しみですね。また明日の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よし、これ多分ね、右の炭酸が結構刺さると思うんです。ここ、エリアの方向に炭酸投げるだけで結構濡れるんで。あー、危ねえ怖い。ナイス。折れてきてる。あー、よかった、弱視で噛みれなかった。危なかった、今。てか、もう敵いないんだけど。強い強い。んー、奥に引いたか、飛びせかけ出てくるやつね。あ、ここ押さえとくわ、もう。オッケー。もう敵これでない。あ、抜けてる。さよなら。一瞬やん。ストレートで勝ったわ。